この方は今回シェイプ見たいっていうことで来て教えるんだけども、プロサーファーの、はい、自分の自己紹介。はい、フットフォースプロサーファーの辻島司です。地元は同じ麻婆さんと同じ辻堂で、僕の親戚のおばさんも麻婆さんのこと知ってます。あ、そうかい。キミコさんって人、辻島キミコ。ああ、俺親戚なんです。そうかよ。そうか、そうか。それでね、彼はもうシェイプもすごく、はい、なんだっけ、勉強ね、したいっていうことで、はい、熱意があって、で、サーフィンがうまいから、はい、カラーディーター作れるよ。はい、今日は麻婆のシェイプ塾って感じですか。そうそう、ちょっと軽くね、はい、本当はレールをやりたいんだけども、一個ずつやってからしょうがないじゃん、これ俺だから。まず最初の段階をレクチャーするということで、だからこれ今ね、はい、もうすぐ即やってもらって、はい、今日はマーさんトレーナーを持つとこまで行きますか。いいか、俺が今一回めぐるから、はい、ね、そこから見てて、で次お前やってくんだよね、即実践だから。なるべくゆっくりやれ、お前の場合には。そっちがささくれちゃうからゆっくりな、はい、こう、じゃあこうな、触れれるのがここ、はい、ここな、はい、こことこうじゃ幅早く削れるけども、はい、こことこの細さでやれ。だからここ削って、ここ削って、これだと1回、今2回やったろ、はい、3回、4回、5回でやんだけども、はい、6回とか7回ぐらいでいって、はいはいはい、でなるべく歯を真ん中な、はい、このぐらいで、このぐらいでこうだとまたちょっと削れちゃうから、はい、このぐらいでふーっていけよ、はい、な、下に歯が斜めについてるんですね。で この歯を押さえて、はい、これは世界のプロシェイパーみんな使ってる、これだから、はい、これじゃないから、はい、スキール、スキールね、はいはい、でちょっと待ったの、押さえるここで、この状態で押さえる。だからこういう感じで、こういう感じで押したりして、うまく自分で、こうやってやって、はいはい、慣れるから。で、まずここから、こうやって入れちゃうと、削れちゃうと、こうな。はい。な、それでまた歯を出していく。そうするとね、例えば 200m あったら積んじゃん、半分積んだ、疲れるから。だからこうしてこうだ。
はい、どうも。
ナサーフィンクラブっていうサーフクラブを営んでます。レッスン中心に活動してます。まあ、同じ辻堂ということで、まあ、お坊さんに襲わないで、まあ、ちょっとこの先進めないなということで、今回、まあ、お坊さんに、シェイプを教わろうと今日出向きました。まあ、そで今日やってみてやっぱりね、自分も職人だから、本人が本職ね、丁寧だし早いし、それにブルわない。プレーナーもと音がするとガーッとブルっちゃうんだけど、ブルわないで折れるうまいんだもん、カットから何から、すごいなと思ったよ。であとは何て言うのかな、彼がこれからサーフィンスクールとかこれからね、やったりサーフィンやったり、プロサーファーだからね、今試合出てないけども、やっぱりあのボードを削れば削るほど自分がもっともっとサーフィン楽しくなるし、うまくもなるしね。で自分で自分の板を作れるんだから、こんな楽しいことはないよ。そうだろ。そうです、ね。はい、で彼はチャンピオンでもあったし、うまいからJPA だって12位とかそうになってるんだから、たまたまいろいろあって出なくなっちゃったけども、まあだからこれをきっかけに、もう今ちょっとうちの試合もちょっとチャンスあったらこれ入れようかなと思ってるんだけど、またこっちにさ、だからともかく真面目にやるね、真面目にやることが一番だから、だから自分で勝手にビデオ見てやるなったの。まず俺たちのことある程度覚えて、それから自分が、あ、マーさんが右からだけども、俺は左の方がやりに行ったら変えていけばいいんだよ。最初、ベースをね、基本をしなくちゃしょうがないじゃん。今、だいぶ勉強になってんと思うよ。うん、なったろ？なりました。はい。だいたい初めてリターンを教えちゃってんだ、リターン。はい、見ましたよ。なそうだったら一回こうやって戻ったんだけども、はい、無駄だから、はい、シェイプっていうのは長く、はい、お前はもう長くかけてやるよ最初覚えるから、はい、俺なんかぐらいになった後、もういかに短縮して綺麗に作るかがプロだから、うん、なでもう72歳で、うん、お前らみたいに戻ってこんなことやったら、まあ、3時間よりかげんなりしてよ本当に、うん、はい、分かんだろ、はい、お前70になった時分かるよ、はい、でこれからまたやってくるのに、で今日真面目でやるからちゃんと教えてあげようかなと思ってさ、俺の娘はいいんだよ、はい、ね、今ちょっとレールのことが教えたけど理にかなったよ、はい、いやー、マーさんに教わってる、それでいいじゃん、それで少し上手くなればみんなが褒めてくれるんだよ、マーさんさすがだね、それでいいと思う、それで若い連中に生きるサーフィン協会に生きるね、俺は力をさ与えたいのよ、真面目にやる人にはどんどん幻のもとも、ね、教えるし、彼は多分俺の幻の持つのハワイにいたのったらもうやばいの、お金じゃ取れないよ、それが自信になるよね。まあそのシェイプを教えるっていう、そうだって結局誰かが教えていかなかったらサーフィン記憶が終わっちゃう、今マシンだ全部、そうでしょ、やっぱりプレーナーを使わなくちゃしょうがない、プレーナーが命だ。この YouTube を見てます、僕もちょっとお願いしたいですっていう人がもし出てきたら、いい、教えてあげる、教えてあげる、はい、俺は飛ばないから、はい、ね、それでその人が生きれればいいじゃないの、彼なら生きれる、だってうまいじゃんよ、初めてだよお前、あんなってできないよな、じゃあこれからもマーマージックのシェイプ、そうだね、シェイプ講師、昔はね50万取ったの、でも50万取ってお客さん見たの、でも素人なわけ、もう波よりも前から自分の角度とかそういうので、彼はまださボトムが乗っかと始まっちゃってみんなと、そうじゃないバランスだから、サーフボードはバランス、チンバでも何でもいい、バランスさえ合えば乗りいいから、バランスだからね、言っとくけど、シェイプはバランスね、バランス関係ない、チンバの板は乗りいいっていうのみんな、上下の板なんか全部チンバだらけだよ、でも乗りちゃんとやってるじゃんよ、だから俺はみんなにね無償で教えていく、それでいいじゃないの、それで俺の板が気に入ったら突っ込んで聞いてくれば教えてあげるし、俺のさ今あれを見てきた、俺の板が全部カバーできるわけ、全部の全部書いてある、これが俺の衣装で、衣装これを見ながらやればね、全部書いてあるからね、ここは幻のごとくだな、お前は多分テールからノート、テールからノートまでシェイプ行くだろ、プレナー持って俺はここだけ作って、はい、ここだけ作って行くの、はい、だからお前見たら多分ブルーと思う、みんなブルーだ、この俺も本物の品だよお前、クラシックのな、なこれがムサシだから小次郎
お前なんかこんなつけてんだろ。でも長いから11以上ある。11、昔は11だ。これシング、竹のシング、まさまでな、まだまさ、これのテンプってなるよ、向こうに。これが家康、これマクシャーつけてんだよ。この雰囲気お前、昔はな、だから首のあたりでどうのこうのって踊れるんだって。これが本物の雰囲気な。俺は信長使ってんだよ。